これは、年が明ける前の話であった。ふん、年末は忙しいな。だが来期のアニメのチェックを怠ってはならぬつうわけで、霊夢よ、そろそろ来期のアニメが始まりますが、2018年の冬アニメ、ではなく、諸事情により来期、2018年春アニメの紹介をしてもらえますか？なぜ来期じゃなく来期なんだ？それは大人の事情ってわけで。来期、冬アニメは、ポプテキピックや、からかい上手の高木さん、オーバーロードに7つの大罪や、弱虫ペダルとかゆるけん、桜、竜王のお仕事とかいろいろあったんだけど、いろいろと面白そうなのがありますが、春アニメの方の紹介をお願いします。わかったよ、そんじゃあまず、新作アニメから言ってみようか。新作ではただくんは恋をしないとかどうよ。これは月刊少女のザキくんのスタッフが送る、オリジナルアニメになってるんだよ。おう、月刊少女のザキくんは見ました。それからオープニングは、ケモフレのようこそじゃパリパークへの、作詞作曲編集してたり、オーバーロード2のオープニングやってたりの人ね。おう、ケモフレの人ですか、すごいですね。次にの痛みな枠の、オタクに恋は難しい、なかなかの声優が出るんだよ。沢城みゆきさんや、あの藤子の声やジュラララのセルティの、アトキンさんやカジさんや結城葵さんなどね。それは賑やかそうだな。次に魔法少女、俺、なんてどうよ。魔法少女なのに俺？設定が、魔法少女になって変身したら、魔法少女の姿をした男に変身したって感じやね。それはギャグ系か。あと、これは新シリーズと言っていいのやら、ガンダムビルドダイバーズ。これガンプラで戦うビルドファイターズと関係が？そう、あれの今度はオンラインバトル版って感じで、電子世界に入って自分のマシンを動かし戦う感じだね。次にコミックガールズ、女子漫画家用でのお話だ。そんでラストピリオド、ギャグ系ファンタジーなやつやね。新作の最後に、お前はまだ群馬を知らない。何そのパワーワードは。ちなみにそれ5分枠ね。5分枠だしニコニコでやってくれればありがたいな。今のところ公式ではないみたいやね。そんじゃ次が続編や番外編やリメイク作品を、主も楽しみにしている、僕のヒーローアカデミア3期。これは知っていました。ジャンプでも宣伝してましたし、そういやあれは、日の丸相撲。確かあれもアニメ化決まったような。あれは秋アニメやね。それと同じ秋アニメに SAO 3期も。それは楽しみ。でもその前に、SAO のスピンオフ、ソードアートオンライン、オルタナティブガンゲールオンラインってのもあるよ。長いタイトルやな。これは SAO 本編でやってた、シノンがメインでやってたファントムバレット編のゲーム、GGO をメインに話を作ったスピンオフやね。メインの子がピンクの悪魔とか言われてたよ。カービィかよ。あとジャンプ組の、直撃の相馬、さんの皿、トーツキ列車編。ジャンプといえばドラゴンボールスーパー終わって、その枠にゲゲゲの鬼太郎が始まるね。まあそこはいっかな。続編やらリメイク編はまだまだ続くよ。メジャー、セカンド、これはいわゆる、主人公たちの子供が次の主人公っていう、ナルトでのボルトみたいな感じやね。そういえば私も、ナルトやゴロウ君と共に大人になって、今まさに子育て真っ最中の年なんですよね。そう考えれば私の世代はアニメに恵まれてますね。20歳前後の時には深夜アニメの黄金期とかありましたし。いいアニメは今でもまだまだ出てくるよ。次に、シュタインズゲートゼロ。これはマキセクリスを救えなかった世界線での話ね。下着ですか、面白かったな。他にも東京グールや、ペルソナ5、キューティーハニーもあるよ。ほうほう。これ主も見てた、ホオズキの冷徹第2期その2ね。早いですね。次が主におすすめアニメ。嫌な予感か。六甲堂よついろびより、これはイケメンたちが甘味どころをやってる話だよ。主両方好きでしょ、甘いのもイケメンも。誰がホモだよ。甘いものにはそそられますが、ちょっと見てみようかな。ほらやっぱり違うから、甘いものに興味があるだけだから。はいはい、紹介はこんなもんかな。ありがとね霊夢。じゃあまたんかい、報酬はよ。あ、そうだったそうだった。一応聞きますが、無理なものは無理ですよ。新しい PC は無理ですからね。わーってるって、前聞いてわかったし、今回はね、コミケに行きたいの。コミケ？コミケってあのコミックマーケット？それっていつですか？29から31だよ。私仕事納めが30日で、31日は飲み会なんですよね。なのでファイさんと言ったらどうですか？お金は私が出しますから。ファイさんとか、何か問題でも？趣味が合わんからな。それにファイさんに私の趣味知られたくないし。趣味って？主と同じ、同性が好きってことね。それ私がホモみたいやないかい。え、そうでしょ？ホモじゃねえよ。ホモだから飲み会断れるでしょ？どんな断り方だよ。私をコミケに連れてってくれないの？では、マリサさんに頼んでみてはどうでしょう。あいつ絶対そんなとこ行かないって。わかんないですよ。連絡しときますね。あ、マリサさん、早。なんて？大丈夫だって。マジかよ、暇かよ。マリサさんが迎えに来るから霊夢は準備して待っとけって。それじゃあお小遣いも多めに渡しておきますから、ゆっくり楽しんできてくださいね。おうよ。
ただいま、いやー面白かったわ。戦利品もいっぱいゲットしたし。それはよかった。そんじゃ主これお土産。まさか霊夢からお土産をもらえるとは。ってこれは。そう、愛さんの薄い本。いやこれはさすがに、ありがとうございます。そんじゃ。まさか霊夢、意外に気が利くんだな。どれどれ。これ中身はデデとかっちゃんの本やないかーい。